あ、誰が仕切る。おぞもーす。おぐらさん。おぞもーす。おぞもーす。何、はい。エスコンですね。今日は、エスコンフィールド。すごいですよ。ねえ。いやー、待ちに待った。リベンジですよ。リベンジか。リベンジでしょ。前回やっぱ試合してなかったから。そういうことか。リベンジでしょ、やっぱ。あれはあれでよかったですけどね。まあね。飯食って。で、今回たまたま単独と、単独の次の日が、エスコンのデーゲームがあるということで。最高。はい、最高よ。これ見つけた俺を褒めてほしいよ、ほんま。俺見つけた。俺エスコン行きたかったから。でもないかな、この単独中にエスコンと思ってたら、ちょうど金土日で今日土曜日でしょ、うん、はい、がエスコンっていうことで、え、じゃあ一人でも、うん、行ってた、あ、一人でも全然行ってましたよ、俺はマジで追っかけやからな、俺ちゃんどこの日ハムのエスコンじゃない追っかけ、うん、本来はだって10時に飛行機で帰るはずやったからね、そう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 な、うん、ね、それはでもやっぱりね、エスコン行きたいってことで、6時の飛行機でね一日マジでエスコンのために使ってると言っても過言ではない。言ったらツアーのね、地方ツアーのツ、うんうん、そうです、おい、まとまってから喋れその地方にツアーに行くというので言うと、うん、北海道が最後で、うん、それが昨日終わりましたから、ね、はいはい、しばらく地方には行かないということも含めて、うん、まあ、言ったらこう遠出の旅ですよね、うん、遊びにその行くようなことね休暇というか、うん、中身あるようでなかった。言わなあかんね。そうね。道筋がくれたよ。また道筋がくれた。また俺らを褒めてほしいわ。ちょっとその、うん、いいじゃないですかっていう。うん、いいお休み感じてる、ね。そうそうそう。休暇。道筋くれたよ。道筋くれた。今日は多分ただただ楽しい回やと思うよ。僕実は昨日の打ち上げからもずっとそのモードなんです。あ、そうなんや。いや、でも楽しいかどうかわかんないでしょ、やっぱり。そら日ハムが負けてたら、やっぱり。ファンちゃうやん、機嫌が。これほんまに阪神ファンぐらい怒るから。うわ、あんな感じなの？俺負けたら俺は最後、グラウンドにメガホン掘るから。うわ、悪いよ。当時のな、甲子園のおっさんなんやで。帰れコール、お前ら絶対乗っかってこいよ。帰れ帰れ、甲子園名物やからな、帰れコール。赤星喧嘩っ早いから。赤星ヒーローインタビューの途中でも切れるから。そらYouTube 残ってますね。ただね、今日ね、西武戦なんすよ。やっぱ俺西武もやっぱり、ああお世話になってますから、始球式やってるやん、もういろんなとこに知り合いおったらしんどいな、しんどいわこれ、もう本当に付き合いちゃえん、こんなもん、なんか賞レース見てるみたい、もうみんな知り合いやからどっちも勝つも負けも嫌やね、もうそうそうそう、もう嫌やわ、プロ野球見てられへん、ほんまに見てられへん、つらい、つらい、日ハムは別にそこまであれ、いや、日ハム去年エスコン行った時点でも知り合いみたいな。晴れてないし。誰もらったらね。あ、私、新庄監督、共演してますから。そうか、そうか。はい。つまみになる話で。あ、そっちか。はい。だから、新庄監督が、はい、監督になる直前の、うん、だからまだ監督になるみたいな話すら出てない時ぐらいにつまみになる話。はいはいはい、現役を続行したいって急にやってましたね。トライアウトしました。うん、あの時は、ね、あ、そうかも。その時よ。バリ島、バリ島やったっけあれ。どこやったっけ、バリ住んであったのね。バリ住んでて、とか。ほんで、ちょっと帰ってきて、みたいな時やったっすね。そう。その時はね、まだね、まあ、これも使えんのかなわからんけど。その、皆さん、女性関係どうしてますみたいな話してましたもん、だって。その、一応収録で。収録で。あ、多分それは使ってると思う。オンエア使ってると思う。めっちゃおもろかったから。ムクロスってさ、それ、そういえば野球やってた、うん、プロ野球とかどうなんですか、いや、もう今一切興味ないですね。今って興味あった時期あったんですか、いや、そう野球9年間やってましたからね。ああ、その野球少年の頃見に行ったジャイアンツファンやったからな。え、はい、そうなんですか、いや、そう、親父がジャイアンツファンやったんで、えそれでなんかまあ、阪神は親父が嫌いやったから、
大変ですよ、まあ、さんに。だからか、お前の家さ、行った時さ、なんか村八分みたいな感じだった。大阪結構多いから、ジャイアンツファン。なんか書かれてたよな。意外とじゃあ長島ちゃうねお前。巨人死ねみたいな書かれてたお前んちの壁。スミさんね。スミさんの巨人の回し物みたいな書かれてたよな。大阪とか関西出身の人が多いから。意外に多いですよ。だ俺だってもともと巨人ファンやから。ええ。だって俺腹めちゃくちゃ好きですから。腹立つのに。それでか。それでか。巨人ファン多いですよ。そうなの。それでかな袋な何が。ブラジル。ブラジル。団地。確かに団地で巨人ファンっつったら殺されるかもしれない。うちの親父は阪神ファンやったからね。確かに俺はでもやっぱ物心ついた時は原辰徳がもう大好きやから。もう小さい頃の俺の写真見ても原のランニングばっか来てるから俺。原のランニング 8番の、そうそう、8番のランニング。公式かどうか知らんけど。公式であれば。そう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 。好きすぎて、本当におかんのエピソードトーク。うちのおかんのエピソードあんたは好きすぎてもうあの5日ぐらい連続でそのランニング来てたっていうおかんのおかんのエピソードとか僕のジャイアンツで言うとジャイアンツの人見に行ってたいや言っても、ま、前言いましたけどここであの、うん、ちらほらねねヤクルトのいや言ってないよレーザー切ってるよ切ってるよヤクルト何ヤクルト戦なその吉井の目にレーザー当てられたやつは見に行ってで、そこからそれどこに見に行くあれどこやあれ神宮甲子園やろいやいや、大阪時代もんなんか、吉井が何近鉄かいやいや、ヤクルトじゃないドームか言い始めた大阪ドームかでもちょっと待って、それ調べたら分かるなだからもしかしたら吉井ってさ、近鉄追ってメジャー行ってもうそのままいや、ヤクルトヤクルトやと思ういや、でもここで止めといてあとはコメント欄で考察の方がオリックス行ったっけ行ったよねいや、オリックスか近鉄おったよじゃあ、オリックスじゃないいやいや、でもいやいや、ヤクルトだと思うでも、もしかしたら、巨人戦を見に行くんじゃなくて野球を見に行くっていうのでと阪神、ヤクルトとかもしれんあー、でも多分それやろってことは阪神ファンいやいやいや、阪神ファンじゃないですよあー、出てきたなどこ早っ言っていいっすか97年8月5日、大阪ドーム巨人ヤクルト戦大山男や大山男や大山男や弟は甲子園じゃない弟は今のちょっとえだいぶ変化球ね救世主救世主現るやったな今の弟ほらそうやろな弟は昔なひらがな冤罪が晴れた人のだからそれを言ってんのよ冤罪晴れたらそんな声でなんで巨人ヤクルト大阪ドームでやってたなんだよなまあなんかあんじゃないそれも間違えたんかな球場チケットとかその印刷新幹線のチケットとか間違えたんかなえここ大阪やでってなったんだ昔はそういうのがあったんでしょあったんやなあるか10年以上行ったら一番見てた時期っていうのはじゃあ小中学生と小学生ぐらいのね親父連れてもらってたのは亀山のヘッドスライディングの頃か亀山はもっと後やでもうえジャイアンツファンなんじゃないのどちらいやジャイアンツファンやででも亀山はまあいたけどもっと後ろもっと前よ西とかよあー西二岡ね西二岡あーあのあれねあのねあのラブホテルの山本もな言うたらねエンペラやろエンペラ目黒のねエンペラなんやあそこよく取られますからね。ニオカね。上原とかか。上原もいたね。西、あの当時やろ。西、ニオカ、上原。マルちゃんとかマルちゃんマルチネス。マルチネス。マルチネスっておったな。ガルベスとかや。高橋由伸。高橋由伸。ガルベス。もうちょい前ですよ。でもかぶってるよね。いやいや、ガルベスもうちょい前でしょ。いやいや、西とガルベスかぶってる絶対。あとは高橋、何やったっけ久典久典な左ピッチャー。あとやな。あとあとよね。いや、かぶってるやろ、西と。西とかぶってるやろ。西基準にせんでええよ、別に。俺、多分ぜその辺同い年やで。え高橋、由伸、上原、ああ。ベッカムも同い年やで。ベッカム。だからベッカムヘアなんすか、今。それだからベッカムヘアなんですかソフトベッカムねあその辺全部同いでしょ何年です、ね、上原が一番最初に買った車は何でしょう知らんよ上原が一番上原と松坂が一番最初に買った車は何でしょう一緒なんですか一緒へあの当時やで
あの当時って感じの日本車。日本車センチュリー。違う。あの当時やね。あの当時思い出してくれ。メーカーそれとも。いやいや、もう車種車種。わかった。何ですか辻さん。セルシオ。正解。あー、セルシオか。そう。セルシオ。確か松坂と上原は同じ。セルシオ。あの、同じ年にめっちゃ活躍した、多分。最多勝、最多勝やったと思う、多分。広川さん、一応調べてください。はい。何勝ですか、松坂が。セルシオか。松坂はね、18勝ぐらいしたでしょ。上原が。上原も、上原20やったんじゃない？ちゃうかったっけ？俺、松坂多分沢村賞取ってないやろ。取ってないの？取ってるやろ。いや、俺全然食わしないよ、そうだけど。全然野球食わしないや、お前。いや、だからその当時の、もう。西だけ？いやいや、に、西。西はベイスターズ行ったからな、最後。西好きな。西好きやったな。西俺も好きやったな。西めっちゃ売ってたからな。あ、江藤もおったね、その子。江藤おったな。広島からね。清水。清水ってどんなやつやったっけ？清水な。清水とか後藤とかでしょ？後藤おったな。足早いね。で、センターが。センター誰ですか？屋敷。屋敷代がちゃう。屋敷もおったで。太陽から移ってきた。太陽から移ってきたから屋敷。屋敷要ね。え、巨人のセンター誰やと思う？誰やったっけ？巨人のセンター誰やろ？尾形？あ。あー。いや、え、44番。吉村。吉村なんか、吉村なんか俺世代よ。センター無理でしょ。とりあえずすみません、ヒロちゃんが今セルシオかどうかも結果出たな。上原は最初にセルシオか。セルシオ。松坂はラングルとポルシェよかった。えぇ、セルシオじゃないの？二台持ち、二台持ちです。セルシオじゃない。その後にセルシオで、それでその後なんか駐車違反して大問題。あー、そうか、それか。その時のセンター絞り出したよ。尾形は結局もうちょい古いと思いますよ。尾形足早いからな。うん、右なんですけどね。スイッチやで。右打者ですけどね。いやいや、スイッチやで。スイッチ？え、尾形はスイッチやで。あっちの方の？うん。嘘。それ広島じゃない？いやいやいや、広島の尾形は右です。広島の尾形は右で、何やったら巨人の尾形は何やったら俺はスイッチ。いやいや、スイッチか左。あ、ほんま。スイッチやった気すんな。スイッチやんな。あら、ちょっとヒロちゃん調べて。ムクロが、ムクロがなんか、ムクロがなんかかぶせてきやがった、俺の。はい、尾形光一のスイッチヒッター。尾形光一スイッチヒッターの説。俺はスイッチやったような気すんで。お前なんか、お前俺のにこう振るな。お前自分の、自分のあれにしようとしてるな、お前。通ると思ったら乗っかってくる。それぞれ他のスイッチヒッター言ったら。え、それ。え、松井和夫。はい。サブロー。ゲタでええの。サブロー違う。サブロー、ロッテの？ロッテのサブローってスイッチヒッターやったんですか？俺左のイメージあるけど。あ、出ました。あれは、春は？春？いや、春右よ。春は違う。春右よ。あ、ベイスターズファン。ベイスターズファンなんで。春は違うか。はい、お前。尾形浩一スイッチヒッターです。ほらほら、ね、俺じゃ知ってんだよ。じゃあ僕いきます。デストラーデ。デストラーデスイッチじゃないやろ。スイッチな。いやいや、絶対左やろ。僕はデストラーデスイッチだという認識。えぇ、ちょっとヒロちゃん調べて。俺絶対違うと思う。いや、イメージないな。え、2万かけよう。高っ。あとな、スイッチで言うと。スイッチや。えぇ、デストラーデ。2万取られた。やっぱ。くださいね。くださいね。やだいね。すごいな。スイッチなんすか？はい。えぇ、すげぇな、それ。俺知らんかったわ。いや、忘れがちやねん、これ。忘れてんねん。絶対おんねん。え、ヒロカおる？スイッチ。陽大感。あ、言わんといて。あ、言わんといてな。え、あ、ごめんなさい。クイズにしてよ、じゃあ。あ、いますよ、阪神。えぇ、有名っすか？有名、めちゃくちゃ有名一人いる。あれ誰やったっけ、めちゃくちゃ有名。ちょっとすみません、何年代かだけ教えてもらっていいですか。ね、2013から18まで所属で。じゃあ最近や。あ、阪神で引退してる。阪神で引退してるし、俺は割と阪神のイメージやけど、2つ、こことここっていう感じはある。あー、だから、来たんやな。そういうこと。そうそう。来たんや。ね、ちょっと待って。わかった。はい。西岡や。はい、正解です。うわー、すげえ。あ、西岡って最後阪神か。そう。阪神やね。あ、西岡ね。すごいやん、今の気持ちいいですね。今言ったのが俺と袋と。ちょっと待って。いやいや、俺松井和夫言ってるから。俺もいける。山根さん言ってないね。ちょっと待って、絶対まだおる。ヒロちゃん有名なスイッチおる
あ、わかった。これはわかりました。あけるくん、まあ、実際言ってもらっていいですよ。言っていいですか。どんどん参加してください。杉谷。杉谷健士、はい、あ、そうです。あ、そうや。杉谷健士さん、そうや。さっきの多分切られてるとして、俺、よう大官。せっこいな。せっこいって何繋がらんくなるから。繋がらんくなるから。さっきの近年から。いきなりよう大官。ベイスターズおるやろ。ベイスターズいる。あ、一か八か言っていいですか。はい。一か八かやで。はい。石井拓郎。あ、違う違う。あ、違う。石井拓郎はもともとピッチャーやってんな。あ、そう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 。一勝してます。知らんわ。一勝してますな。一勝してんねや。一勝してんの。へえ。2000本安打打った時にあと199勝したら2個取れますねっていう。ボケした。二刀流って意味では森さんちょっとある。まあね。あ、いいですか。はい。え、ベイスターズでおる。いや、俺は有名と思ってるだけの可能性もある。進藤、はい、違う。ヒロちゃんはもう無類のベイスターズ好きですから、ね。え、ベイスターズのさ、そのあの、え、あの黄金期、マシンガン打線の黄金期の後。後か。後かな。ね。首位打者は取ってるよ。首位打者取ってる。取ってる。あ、はい、出る出る。そうか。これ出る。そうか。あ、わかった。出る出る。わかった。内川。そうや、そうや。いやいや。違うんすよ。内川はもう右のスペシャリストですから。ちなみに、今調べたら日本プロ野球におけるスイッチヒーターのシーズン歴代最高打率。ほー、いやいや、これ忘れてるだけやね。絶対知ってる。まずはすげーなって言った。ちょっともうちょい待って、もうパワープロから思い出すしかないからな、これ。でもほんまそうや。いや、有名っす。全然有名やと思う。あれ、いいっすよ、辻さん。佐伯。いや、じゃない。いや、違う。佐伯左っす。左ですね。村田修一翔の。違うっす。いや、それ右。すごい右打者左打者警察が右打者左打者警察。ポッチェリさんは無理やろ。ポッチェリさんは。あ、まあそうだ。なんかさ、でもそんなに存在感なかったんかな。もう頭の文字だけもらえます。もらおう。キキキキ、え、キ出えへんかな。最後ジャイアンツ行きました、1年だけ。キキ2000年は初めて4割いくんじゃないかって大騒ぎ。大騒ぎ。そんなすごいやつ。でもまあ最後ちょっとずつ落ちてきて、多分何割落ち着いてんだよ。へー、あ、わかった。はい。言っていいですか。はい。言っていいですか。はい。近所。正解です。うわー、電話。あー、これは電話。さんすごい。めちゃくちゃ忘れてた。確かに。これは電。あー、これは電。で、気持ちいい。これは電話、あっぱれ。あっぱれ。ありがとうございます。めっちゃ、めっちゃ気持ちよかったですか。近所、気持ちよかったです。あっぱれ。で、当時の近所選手にもあっぱれ。あっぱれ。近所ました。そんなすごかった。近所、そう、近所ね、一時パワープロでめっちゃ使える時あったんすよ。でも今のとこの可能性もあったもん。あ、出た。すごいね。出たよー。さっきのとこの可能性ある。なくはない。でもまあ、この裏っぽくない。あ、専用、あ、ビッグ、あ、これこれこれ、関係者ビッグ専用。まあ、ある程度偉そうにしていいと思う。サイドで、サイドで示すの。あ、来た来た来た。奥でセキュリティ、プレミアムルームですって言えば多分大丈夫っぽいですね。本当。はい、僕たちは、はい、フルテックゲートって書いてる。任せてください。まあ、いいとこで俺がじゃあ後部座席の窓開けます。俺俺っつって。球団から、担当職員さんとか分かります。いや、もう恥ずかしくやめてもらえんな。いや、もう思わねえんか。思わねえ。笑ってる、笑ってる。あ、開きます、開きます。いやいやいや、そんな入れてへんねん。通してください。入れてへんねん。いけた。あーって言った。いけたかも。あーってなったで。去年来たんです。おならのやつ見ました。おならのやつ、あ、そ、あんな下品な見なくていい。ありがとうございます。今日、球団の方に行ってまして、大丈夫ですか。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。おい、ほんまに行けたぞ。すごいね、俺、まあ、見てままね。おならやつ見ました、行ってください。いやいや、そば言うてへん。有名人すごい。いや、来たよ。前回こそこそね、行きましたけど、やっぱりね。今回はちゃんとやっと正面突破でね。わー、このフルテックゲートって。フルテックゲート、なんて、なんて押せる。なんか言いました。なんか言うた、なんか誰に、ね、誰に言うために。まず自分で笑ってもって言うな。思わず。なんて。
なんて思わず今俺は誰に言ったんだろうって、なんか言えよお前絶対に聞こえない声量で言ってたのお世話になりますお世話になりますこっちのためだけに言ってたよ俺言いましたよの何かやっお世話になります。俺も言うとこお世話になります。お世話になります。トランさん、ホランさん、ホランさん、トランさん、トランさん、トランさん、お世話になります。言っとけ言っとけ。すげえ、うわっ、すごい、すごい、いや、すごい、すいません、ありがとうございます。すげえ、これの特別扱いじゃないからね、一緒ですからね、皆さんと、ね、あんまこういうの叩かれますからね、うわっ、うわっ、ちょっと一回、一回やぞ、えぐうわっ、めっちゃ時間ないな、変なやじ言ったら聞こえるぞ。変なやじ言ったら聞こえるわ。すごい、すごい、うわー、かっ、あ、DJ おる、あそこはこう、ほら画面に、これもうすごいもん、これすごいわ、日本ちゃうやん、そのシーン、これうわ、やば、やばー、やばー、なんだこれは、すごー、やばー、すごー、あ、で、そこ出れんねや、うわ、出ましょう、あ、出れんねや、いや、すげーな、そこがええやん、じゃあちょっと、これ全部こっち側がさ、まあグラウンドやからあれやけどさ、海でもええよな、さあ、まあグラウンドやからあれやけど、海でもええわ、うわぁ、マジでこれすげえわ、これすげえな、お前近いね、ねえ、やば、これはちょっとたまらんな。埼玉西武園駅です。はい、説明、はい。その他のお飲み物ですが、こちらタブレットでご注文いただけるようになってますので、何かあればご注文ください。おい、金の蔵みたいやん。いやいやいや、ちょっと、金の蔵もええけど。こっち。すごい、いろんなのがある。お飲み物のみ、こちらタブレットでご注文お願いしたいと思います。いや、すげえな。ノルウェーサーモンのグリルとかあるやん。食べたい。お食事なんですが、本日お部屋にこちらもメニューでご用意させていただいておりますので、はい、お食事の開始時間伺って順番にお部屋にお待ちします。あ、そういうことですか。とかもやりつつですけど、はい、どっかで買ってきてもいいわけでしょ。もちろん。これは確かにね、そんな腹いっぱいになるあれではないですね。いや、なるずっと一人ずっと一人デザートまであるやん。ラウンジをご用意しておりまして、そちらでもお食事をご提供、ありがとうございます、させていただいております。ご注文いただくこと可能となっておりますが、先ほどお伝えした通り、タブレットではご注文いただけないので、はい、こちらのスタッフのお呼び出しボタンを押していただければ、はい、私たちお伺いに参りますので、はい、あ、グラディナートある。わかる？それ何ですか？え、クリッタートもありますよ。全部わからん。うん、ギリシャウエスやろ。シャウエスはチキンディアブルもあるよ。まずは喫煙所やな。あと40分。まずは喫煙所や。喫煙所どこにありますか？喫煙所は先ほどお話したラウンジの中に。あ、はい、中にある。あ、嬉しい。うわぁ、もう海外や。海外ですね。まあ、知らない人に言っときますと、まあ、結構メジャーリーグのね、球場をモデルにした感じのあれなんですよね。メジャーっていうのはもう大体こんな感じなんで、はい、うわ、なんやこれ、なんかもうクラブやん、クラブやん、すごいな、はい、このエリアがだからこの関係者が入られへんから、ここね、席を確保してる人だけ、なんかさっきのなんたらルームみたいな、あ、じゃあこれの権利を持ってる人たち、そう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 、これテンション上がるんじゃないですか、ブクロさん、いい感じだ、うわ、野球場ちゃうやんね、え、まあもう週末野球やってなくてもやっぱ楽しめるよ ねえ、すげえな、うわフードコートや、うわうわうわ、だから会社の福利厚生ですみたいな、なるほど、
クローゼットみたいな。あ、かっこいいなぁ、はい、JT すごい、なんかあ、JT さんの目立たんようにしてるスポンサーしてるわ。あれ、怖いな、ちょっとちょっとおしゃれな、タバコ部屋もいや、あのね、本当知らない人に言っとくと、やっぱメジャーリーグの球場って大体こういう感じになってまして、それをまあちょっとモデルにして、ボールパークっていうのが、まあそうですね、マツダスタジアムとかもそうなんですけど、それを進化させたのがエスコンフィールド。まあそういうことですね。まあ知らない人に言っとくと、メジャーリーグ球場っていうのはこういう。球場行ったことあるあ、その行かなくても、あの今テレビってあるから、それで見る。知らない人に言っとくと、今テレビでメジャーリーグを見れます。はい、これからのやっぱりそのスポーツエンタメっていうのもこうやっぱこうなっていかないと、やっぱり生き残れないですよ。エスコンっていうのはこうやって吹かすやつにも全然寛容、寛容なの。エスコンのこの言ったら何て言うんですか、そのロールモデル、エスコンがロールモデルとして結構あの俺はゲットスポーツ見てますんで、日曜日の深夜ゲットスポーツでやってました。エスコンの人とか町田ゼルビアの広報とかみんな座談会みたいな。でやっぱエスコンとかも見てはる。あ、エスコンもまあ見てますね。はい、槙原さん。何のスポーツ番組これ。槙原さん。スポーツ番組全部見ようとする人。はいはい。ウルグスも見てましたからね。あったな。江川さんですね。スポーツウルグス見てますから。終わった。最高ですね。で、あのですね。お前、日野村。お前、あの、キツネ耳欲しそうやな。あ、ずっと見てました。お帰りなさいませ。すいません。これ闇カジノの場所だけ聞いてくれ。どっかの扉。この金色の中。なんか歴代の選手の名前なんか5人ぐらい言ったらギーって飽きそうな。いや、やっぱ甲子園のね、あの古き良き、はい、あれもいいですけども。おい、やってんぞ、ウクロ。あ、めっちゃ多い。こんな多い。あれ一般の子供たちもそうじゃない。めっちゃいいじゃん。買いに行きましょうか。これ試合前なるべく早く来た方がいいですよね。そうですね。楽しすぎるやろ。これだから2時間ぐらい前でももう楽しいっしょ。ねえ。わわわわわわ。並んでんじゃん。こういうのもやりはるな。まあ、こういうのがいいのよ、やっぱりね。松本アクスターあるで。ええやん。なるほどね。そりゃそうやん。新庄さんっていうのはね、一度あのプロ野球引退されはったんですけど、その時の理由がね、あのこれ以上あのトレーニングしたらジーパンが履けなくなるっていう理由でね、面白すぎる、一回引退しはったんですけどね。もう自分で選んでや。え、万波は？あ、伊藤博美ある。清宮もあります。清宮ある。俺清宮、あの復活し始めた早稲田で俺準決勝見てるんですよ。清宮、あ、山崎幸也。山崎幸也ね、オリックスから今年来たな。でもやっぱ俺は万波がいいな。水谷か。水谷、あ、水谷ね。水谷絶賛売り出し中ね。へー、水谷いいやん。昔の、あ、それいいやん。昔のファイターズ。これかっこいい。これのユニフォームないんか。いや、でもさっきね、着てたよね。わかりました。これなんか買ってる、なんか撮ってる。何してんの。ファイターズガールの。やば、入れていいよ。ファイターズガールグッズ。ファイターズガールの。あ、トレーニングカード。俺でも古いのやったら、古いの着たいじゃん。古いのあんのやったら古いの着たいじゃん。大沢親分の着たいじゃん。こちらレジ最高尾となっております。パパッと買おう、パパッと。あ、うわー、あの時代の日本ハムある。来た来た来た、これでしょ。うわぁ、西、西崎ちゃうわ。山崎、あ、今の山、今の山崎、伊藤、あ、だ今の選手でやった。今の選手のやつ。新庄もあるぞ。なんで万波ないねん。え、万波やった。俺これの万波っていい。これの万波っていい。こういうちょっと着やすいのもあるんですね。そう、だからあのデザインね、そう、デザイン的にこの後も着れるなと思ったらこっちやな。
18番いいですね。18番、山崎幸也。これしましょう。山崎幸也、はい、エースですよ。あ、エース。はい。これなの？これでか？いや、なんか、え？え、一緒やろ、別に。いや、その、うん、これやろ、書いてある。常にカチューシャ。なんだ、もう。何個買っときも。何個か。俺も欲しいね。これでいい？もう。メガホンは買いましたね。メガホン買いました。はい、うわぁ、こっからの景色も。めっちゃいい、ね、これいいっすね、この別に移動してても野球見れるっていう、このこれがいいよね、このアングルがめっちゃいい。うわ、あのセブンイレブンって書いてるとこ、いつかちょっとザ・森東で書きたいっすね。ストーンさん、うわなんか、うわ何、なんかいいよ、もつ煮込み、めっちゃええやん、なんだこれ、すごいね、あ、モスバーガー、動画的には多分こういうのあるよってやった方がいいかも、うん、いや、ええやろそんな、いいから別に、もうあと7、8分で試合始まるかさ、1、8分で始まる、ざーっと見て買ってたら間に合わんな、あ、罠かや、出た、ラーメンテラス、わ、これや、あ、え、でもさ、全然なもん、もしかしたら、あれ見つけましたね、え、めっちゃええや、見つけましたか、はい、券売機1番機にございます、券売機並んでます、それであと5分で試合、まあだからとりあえず一旦こういうのがあるよという、はい、はいはいはい、袋並んどくか、どうする、並んどく、見よう、ええわ、見に行くよ、帰りなさいます、楽しくて楽しくてで、お帰りなさいませ、ちょっと飲み物だけ頼みましょう、飲み物だけ、はい、あ、山さん、いや、もうオッケーオッケー、始まってんで、だってもう、よっしゃ、来てる、応援するで、応援、お、かっこいい、かっこいいですね、今日着てみたみたいな、あの、後にも、うわかっこいい、よっしゃ、僕です、はい、みんな、え、あいつなんかアレンジしてます、その着方、何あいつなんかインみたいな感じでアレンジしてるわ、楽しんでますね、広川さんが相手広に、やっぱ昔の道はもうかっこいいっすね、なんかドイツのカラーというか ね、うん、西ドイツ代表みたいな、これええやろ、確かにな、これいいわ、もう一発でこれにした、でもロッテっぽいよね、普通に打って、いや、ファイターズやから、これ背番号ないパターン、ないです、ムクロさんがスタッフにしか見えない球団関係者の方やな、思ったで、そんな人さっき、あれ、オーナーの息子さんじゃない、うわっ、モテインペア、やばいやばい、えらいことなってる、これは最高だ、めっちゃ椅子いい、これはすごいわ、めっちゃいい、椅子がいい、いい感じのファールぐらい飛んできたら、近い、おっさん、ちょっと泳いでもか、まあ、趣味では使わんやろうけど、ちょっと泳いでもかいや、耳ね、お、かわいらしい、お、ゲッツよ、いいねわ、来ましたよ、ビールは、いいね、最高じゃないですか、風気持ちいい、はい、勝利を目指して、勝利を目指して、乾杯、イエーイ、打球の行方は中年50秒お手紙をお願いいたします、最高やな、ほんまに来たやん、備えとけよ、アンダミー、アンダミーはね、この前にね、絶対にカメラ目線になるんですよ。
ちょっと真ん波はね、こうやってね、こうなるんです。おぉー来た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 来るぞ怖いな来るよ。Batting third, the designated hitter, number 99, Brandon Reyes! レイエス。でかっ。すげえ、髭の生え方してるぞ、レイエス。めっちゃでかい。おぉね、すごいこの席。これはこちら。お食事。お食事が来たって。うわぁ。すごい。あ、そうなんです。すごい。すごいよ。しております。じゃあ、お配りもございますので、ぜひ、お取り寄せください。レモンさんは。やばい。はい、クロワッサン、クロワッサン。ありがとうございます。あれ、ああ、ああ、うまい。うまい。さっきのムニエル、うまいわ。うまい。あ、これ、あ、これ、ここいい。これは友達と来たら楽しい。最高っすね。この日は、だいぶ前から入れるんですかね。試合前の。ね、そう、まあ、今は結構ゆっくりできますね。確かに。だって、あの下のビュッフェのとこもだいぶ早く来てみんなあれするらしいです。ありがとうございます。はい、こっち置いてください。おい、ああ、やばい。おいあ、そうだ、お前、これあ、これもいい。キツネダンス踊れてよかった。よかった、本場で。あー、危ねえ。岩井さん、全然踊ってくれなかった。さ、ビューフェのやつさ、呼び出してって言ったから、呼び出しましょうか。めっちゃ好きなんやな、ここでも見れるのみたいな。ちょっと、ゴルフ中継変えてよ。この時間やってる。いいわけ。俺、このファンになる。うるさいな。全然みんな見に来てる。うわロマンヒコや、コメコメのロマンヒコ。いい当たりやったけどな、今の。おー、ナイス。オッケー、行け。めっちゃでかい。3回の表。おっ、カレー来た。カレー来ました。ありがとうございます。いいですか、これ。いや、カレー。うまい。めっちゃうまいわ。ほら、カレーうまい。おいしい。うまい。飯全部うまいっすよ。飯全部うまいっすよね。うまい。おいしい。うまい。
限定メニューのカニとアサリのスパゲッティになっております。どうした？これはね、知らない。ブクロ食えよ。麺だけもらおう。あ、麺だけいいんでしょ。ええー、けんのこれで。まあでもね、チームも。なんで？尖ってんな。尖ってんだよ。うまいちゃいます？バーグ2杯。うまい。うまい。海の幸ですわ、うまいよ。せいですな。おー。早いですね。早いな。早かったな、今。病気ですよ。もうダジャレの病気やもん。ダジャレの病気やから。もう。おお。すげえ。いや、見たい、リプレイ見たい、リプレイ。小倉さん、リプレイ。上からでもいいやもんな。うわ、ここめっちゃいい。なんでこんな見やすいの。これ今ホームラン飛んできた。ここで取れます、取れます。打て。うわー、すごい。うわー、取った。めっちゃいい。めっちゃ怖かった。うわー、めっちゃいい球場。いい球場だな。この球場めっちゃいい。はい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 、バッティング、しっかり打ちたい人、トスバッティングがございます。はいはいはい、これした方がいいですね。おい、怖ない。画面に出るんで。はいはい、はい、頑張れ。来るよ。おい、あ、でもヒットや。はい、ヒット。あ、ヒット甘いな。来た。あ、サードロー。やばい、高月や。やばい。あ、セーフ。おー、いいバッティング。ナイスバッティング。あ、へへへ。おー、いった。いった。ガチやる気。ほら、あ、いった。これもいったよ。隠し歩き。隠し歩き。隠し歩き。大谷。大谷。シングルヒット1本、ツーベース1本、ホームラン2本です。じゃあ袋にチェンジ。オーケー。さあ、野球出身者。ちゃんと被るよ、お前。被ってたよ。おい、格好つけんなよ。格好つけんな、お前。はいはい、怖いわこいつの。なんかいや、そうなんですよ、怖い、怖いから。はい、やばっ。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 顔つきは真剣や。真剣ですよ。でも、はい、セーフやろ。セーフや、セーフ、セーフや、セーフや、セーフや。いや、じゃあ、あれ、ヒットが何か言ってるよ。あれ、いや、なんか、しょっぱいな。しょっぱいな。ホームラン1本ぐらい打ってよ。ホームラン1本打ったらもう勝ちにしたるわ、お前の。いきむぞ。あ、いた、いた。これどう、これは、入ったやろ。入ったやろ。おれ、おい、145やで。まあ、あと1本打ったらもう同点でいいよ。あ、あと1本打ったら。俺は2塁打打ってるけど、もういいよ、同点でな。あ、えらい。うわ、器が大きいわ。ラストね。あ、でも、よけば、うわ、はい。ヒット。トスバッティングも森田さんの勝ちです。あ、はい、じゃあ続いて。逮捕してる。やばい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 、うわー、やばい。エラーかな。
今の惜しいな、レフトの頭を越えました。今日の勝ちを決めると、バイバーイ。何でやねん、今のよりと構えよねん。あ、もういいやん、パーフェクトです。なんで、はい、あ、高いの、いいな、42点、でもトータル52点、急速もピッチ、今とこもあるからね、ピッチクロックや。何球やと、真ん中止まんなあかん、もう肩痛い。あかん、もう肩痛い。ラストラスト、え、ラストストレートのカーボールからもずっと、おい、一気も入ってる、ひどいよ。おい、はい、終了。強いな。おもろかった、面白かった。これめっちゃリアル。立ったから、なんかえらい5万円こっちを褒めてます。ゲームを褒めてる。ヘルメット差し入れ、ヘルメット、ヘルメット、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんここでね、注文してくださいね。はいはい、食べて。うまい、うん、うまい、うまいよ。これヘルメットもくれねんて。このカブカブリーや。うまい、きっさ。ありがとうございます。イメージこういう系かなと思ったんですけど、めっちゃおしゃれですね。いや、ここシャップがいいですね。こんな綺麗な色は皆さん似合わないから。いや、そんなことないでしょう。去年、はい、フラッと来てくれて、はい、YouTube 出してくれたじゃないですか。はい、ブッス予定のカレーライスかなんか食べてた。あ、めっちゃうまかった。はいはい、うまかったです。はい、で、あの時、この球場がまあまあ叩かれてる時だったんですよ。はい。なんでですか？あの、まあ、駅から遠いとか、バスがガン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 とか、渋滞。そうなんです。で、その前もバックネット問題で、あ、あの短い、ありましたね。叩かれてる時に、皆さんがやってくれたおかげで、僕も勇気もらえたし、そこから少し変わってきたなっていうターニングポイントだと思ったんで、それでちょっとお礼を言いながら。俺らはもう最高にテンション上がる球場やと思う。もう来た時からずっと行ってたんで。あ、こんにちは、すいません。はあ、あの、ちょっと初めまして、偉い方、偉い人が来たっていう情報を聞きつけて、とんでもない、タバコを眺めやったんですけど、本当に嘘くさいですね。こいつの方が嘘くさいでしょ。何も言っていいんですよ、すいません。あ、そうです。分かってくれてるんですね。いつもテレビで拝見して、やっぱりね。ちょっと前田さんお話したんですけど、はいはい、去年お越しフラットで、はいはい、YouTube でやってた。あれ、すいません、なんか。めちゃくちゃ嬉しくて。あ、いや、絶賛してくれたじゃないですか。はいはいはい。多分、皆さんって嘘のない人たちだと思う。そうです。はい、あれの本音が、はい、一般の人たちに伝わったな。あら、よかった。僕たちね、本当嘘つきたくないですよね。いや、でもそんなことない。だからスキャンダルも全部出したいんですよ。いやいや。ありがとうございます。ということで、ちょっとお礼ということで、帽子、すげえ、あの、どうぞ、好きなの、好きなの選び、全部持ってってください。まあまあ、いずれね、袋も剥げるでしょうから。そんなことしてるじゃないかな。もらっといたらいいよ。ゴルフでも使えますよ。いや、ゴルフで使えるよ。皆さん、多分こういう綺麗なね、色は似合わないんで。なんでなんですか。あなたばっかりの付けの合わせてくれ、合わせてくれ。あなた、いい営業マンです。あ、似合ってる。本当にありがとうございます。あ、すいません、お邪魔します。すいません、ただ仕上げときますんで。あ、はい、あ、記念式、あ、やりますか。袋がね、来年までのどこかで。来年、おお、ありがとうございます。よろしくお願いします。ここは、あの、森田が横に立つんで。はい、眠っていいですか。あの、ノーギャラのこの部屋、2日間とかでもいいですか。え、どういうこと。ノーギャラのこの部屋、あ、スキー式はノーギャラの部屋で、ここは2日間撮ってもらえる。また電話しますよ。それはええで。今も54分や。
ゃあこの回までやな。この回まで。帰る準備をしていく。はい。残念。まっちゃん。まっちゃんじゃん。どういう叫びや。まっちゃん。もうちょいな。神谷。神谷。神谷だけ見たい。神谷。タミヤ見てください。うわ、やばい。まあ、しゃあない、しゃあない、行こう、しゃあない、しゃあない、行こう。え、もう行っていい、こっから出て、行こう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 。1、2、塁最初なんか、1、2、塁。いや、これで水谷ホームラン打ったらさ、あったりしないの。水谷ヒットって真ん中のホームランじゃなくて、やってん、ありがとうございます。はい、あ、なんか盛り上がってる。水谷、あ、清宮さんか。うわ、清宮や、清宮やぞ。ちょっと、じゃあ清宮じゃない、清宮だけ見よう。トイレ行ってきます。はい、清宮だけ。これでもあるで、ある、そういう星の元の人ですから。おっしゃ、1点、おっしゃ、おっしゃ、まず1点、まず1点。オッケー、オッケー、オッケー。1、3塁、万波。ほんで万波や。1、3塁、万波。やばい、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 やばい。おとなしだゾーン。おとなしだゾーン。ラゾーン。サービス最高でしょ。最高でした。いやいや、これあるな。めっちゃ座って待ってる。どうやったん、興味は。いや、ヒット打ちました。あ、打ったやん。気でしょ。痛くないだろ。痛くない。で、気持ちいいだろ。はい、今度は。嘘や。我慢してる。先生引っ張りました僕のこと。引っ張んないよ。